あるところにその女の子はいました。あどけなさを残すその女の子はその時中学生でした。ねえおばあちゃん、本当のことを言って。本当のことだなんて、私嘘なんかついてませんよ。私のおばあちゃんは若い頃女優だったらしいんです。でもそのことを全く話してはくれませんでした。彼女が女優というものに憧れを抱いているというのはうすうす分かっていました。でもこの時代、私が生まれたこの町はずっと海の向こうの町と戦争をしていたのでした。女優だ映画だ舞台だとか言ったって、来る日も来る日も空襲警報で、それどころじゃないじゃない。希望がないの。希望はあなたよ。あなたが生きていることそのものが私の希望なの。それはおばあちゃんの希望でしょ。私には希望はないわ。演奏会だお芝居だ映画だと、世の中のありとあらゆる楽しみが全部奪われてしまった。そして私の夢も。そんな中、久しぶりに演奏会が開かれることになりました。私おばあちゃんとその劇場へ向かったわ。もう娯楽のなくなった時代に生の演奏が見られるだなんて、そうそうあることじゃないからね。見るなの？演奏会だから聞くんじゃないの？聞くんじゃないよ、見るんだよ。そして全身で感じなさい。生身の肉体を使い、楽器から弾き出される音。はあ、聞くんじゃないよ、見るんだよ。そして全身で感じなさい。それが祖母の口癖でした。Thank you.
冬、あるところにその老婆はいました。疲れ切った老婆はその時80を超えていました。ねえあなた、私ね、もう夢がないの。それが彼女の口癖でした。寝てたら何か素敵な夢くらい見るでしょ寝てる時に見る夢じゃなくて、こういうことをしたい、あんなことやってみたいっていう夢よ。舞台という舞台が全部中止になってしまって、もう夢見ることやめてしまったわ。かつて彼女は女優として来る日も来る日も舞台に立っていました。映画に出演することもあったそうです。こんな年になり、かつての友人たちともう一度舞台をと計画していたのだけれど、あれもこれもそれもすべて中止。はあ、息の根を止められたかのよう。彼女が生きていたその町は恐ろしい流行り病に侵され、彼女の時間は2年もの間止まったままでした。来る日も来る日も部屋にこもって夢を見ることが虚しくなってしまったの。彼女に残された時間は私のそれより確実に短かったのです。代わりにテレビでも見てりゃいいじゃないなんて言うけれど、冗談じゃない。それは生の感動を知らない者が言う言葉だ。夢がないと嘆いた後、必ず生の感動について力説するその姿に、かつての大女優の執念を私は見るのでした。今私がしゃべるこの声、音楽家が弾き出す音、腕のしなり、汗、それら一体がこの劇場を包み、観客の皆さんと一体となる。ああ、それなのに、これらすべてが悪い夢で、いつかそんな悪夢が覚めて、悪い夢はいつかは覚めるわ。生の舞台を、あの息遣いを。冬、彼女の目の奥は赤く燃えていました。Thank you.
春。かつてあの女の子はその時大人の女性になっていました。春、かつてのあの老婆は厳しい冬の季節を乗り越え新しい春の空気をまとっていました。今日ここにお集まりの皆さんもね、そろそろ新しい春の空気をね待ち望んでいらっしゃることと思います。ねえおばあちゃん、近所の水路にいるメダカがね、たくさんの卵を産んでメダカの子供がたくさん生まれたの。うちのね、裏の池でもね、オタマジャクシがもう、うじゃうじゃ生まれてたよ。生き物が眠りから覚め、草木も新芽を覗かせ始めました。そんな中、彼女のお腹には、新しい命が宿っていました。おめでとう。ありがとう。あのね、この子がやってきてね、私初めて希望って言葉の意味が分かったわ。そうでしょう。あなたは私の希望なんだもの。春、新しい命の季節。春の声が聞こえてきました。Thank you.
私たちの町にお祭りがやってきました。ことそのものをたたえよう。歓喜の歌。